今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は霧島山の登山口にやってきました。ここは仮設トイレもあってですね、とっても綺麗でした。舗装されていませんが10台ほど止められそうです。はい、まだ桜が残っていて良かったです。こっちにも 4,5 台止められそうなんで大丈夫ですね。このマークはガガン、はい、ガガーンです。はい、現在地がここですね。で、香取コースを今日は行って南沢コースを通って下山する予定です。はい、香取コース登山口より1時間10分南沢コースは2時間だそうです。標高1305メートルですね。はい、あと1600メートルということで、はい、続々と来ているようです。今日は新しく買った、オスプレイのザックのデビュー戦です。登山計画書の提出は必要ありません。クマ出没注意。登山口からまだ100メートルしか来てないんですが、すでに疲れたおじい。これずっと階段ですよね。めちゃめちゃきついわこれ。ここはタケノコが取れるんですね。ずっと赤松林なんで松茸が取れるんでしょうね。はい、秋は下手に登山道を離れてはいろいろ疑われかねないですね。石碑がありました。御嶽山大権現、2つの合流。あ、そうなんですね。ちょっとここで休憩しましょう。鉄塔まで歩いてきました。この鉄塔のところが香取城跡。戦国時代小笠原氏の重臣の居城と伝えられる。ここにベンチもありますね。あ、眺めいいじゃない。はい、あと800メートルの看板がありました。で、その先にこれより先崖注意の看板もありました。
避難小屋がありました。そこにベンチもありますね。はい、このトタンの三角形の本当に避難するだけですが、ありがたいね、はあ、天気が急変してもこれなら安心だわ。あと500メートル、しかし急登が続く。おじい殺し、ああ大変。あと20分の標識がありました。ちょっと斜度が緩やかになった。助かった。山頂着いたかな、はあはあ、なかなか大変でした。もうちょっと、はあ、頂上、そっちだろう、山頂標識そこでしょ、こっち、はい、あ違う、スワの亀だった、あれ、あそこだ、山頂標識、はい、着きました、霧島山、1305メートル、到着です。やったー。はい。ああ、北アルプス見えてますね。うわ、めっちゃ綺麗。はい。あれは後ろ立山連峰でしょうね。あれが、美しが原ですか。あれは車山ですね。はい。うわ、大展望。素晴らしい。はい、ここまでで63分 2.36 キロ。標高差429メートルでした。コースタイム以下できたじゃない。すごい。やったね、おばあ。ではこの大展望を見ながらコーヒータイムにしたいと思います。今日はセブンイレブンで買ってきたペットボトルのコーヒーとふんわりメロンパンです。いやー、こんなに綺麗に北アルプスが見えるとは思いませんでした。あ、ちょっと雲かかってるけど上出来じゃないですか。ここにあるのは大地社、小野神社の境外社の一つ。はい、そしてここに鐘があります。夢叶う霧島の鐘、これを鳴らすと夢が叶うのかな。ね、願い事を叶えるためにこうやって皆さん鍵を吊るしてますね。ではどれぐらいですか、30分40分ほど休憩しましたので、そろそろ下山したいと思います。あの八ヶ岳の赤岳も見えてきましたが、名残惜しいですがいつまでもいてもしょうがないんで下山しようと思います。下山はこの新道の方を降りていこうと思います。下りは非常に快適な道ですね。あのおじいの上りと下りのスピードの差が激しすぎるとおばあが怒っておりました。これを右に行ったらいいんだな。どうやらさっきの分かれ道は迂回路との分かれ道だったようで、あのこっちは急登の方だったんですね。おばあが後悔しております。はい、皆さん合流してきていますね。どうやらここが分岐で、これを降りるとあの別のコースで、こっちが、登山口の方へ行くようです。快適な尾根道ですね。眺望はいいですね。あれ塩尻の町でしょうね。見えてるのは塩尻から松本にかけてが見えてるんだと思います。再び分岐点ですね。
小野登山口へ90分。はい。3月31日で工事は終わったみたいですよ。鉄塔まで歩いてきました。これは登ってきた時に見た鉄塔とは別の鉄塔のようです。そうだね。こんな景色見えなかった。はい。景色いいですね。あっちなんか工事やってますね。車道に出てきました。工事現場のようですね。ここなんかこれとこ現在地、ね、はい、現在地ですね。これを降りるんではなくてこっちへ行くんですね。分からん。はい。でここに合流すると、うん、なんとなくこの車道行きそうですが、この丸太橋を渡ってこれをあのロープを張られてますけど、あれ沿いに行くみたいですよ。この道は上りでした。50メートルほど上るようです。ガビーン。鉄塔が見えてきました。これで上りは終わりかな。はあ、結構大変でした。はい、合流手までやってきました。これで上りと、はい、上りの道と合流したわけですね。ではここから登ってきた道を下っていきます。これが分岐点ですね。登ってきていた時にはもうここでおじいをバテておりました。下りは快適快適。登山口まで降りてきました。駐車場まで降りてきました。ここまでで2時間51分 6.73キロ、累積標高差528メートルでした。素晴らしい山ですね。あの半日で登れるのに北アルプス、八ヶ岳、そして今日はあの見えなかったんですけれども、雲が切れれば南アルプス、中央アルプス、御嶽山までもうぐるっと見られるそうです。はい、お手軽で大絶景が見られるので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。